こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私もね、軽々に何かを信じるべきではないと思うんですよね。ただ人間には強く固く結ぶ信念っていうのがあるのも分かります。しかしね、私の速稼塾の概念といいますか、まあ言葉の一つにですね、教えの一つに、信頼の向こうに詐欺があるっていうね、本当にとかく勘にしてよう言えた言葉があるんですよ。信頼の向こうに詐欺がある。例えばこんなことをね、言ったり言われたりしたことありませんか？何々さんを信じていたのにとかね。なんかこのね、何かを信じるっていうのは結局責任逃れと言いますかね、全然ビジネス的にはいけてないんですよ。信じるに足ることってなくって、あえて言うなら選択したってことなんですよね。 ABCD ってあって、どれを信じるのかではなくて、どれを選択したのかってことなんですよ。で、選択した結果、ベストの選択をしたんだけども、最悪のね、ワーストな結果を招くこともあるのは当たり前という認識ですよね。多分選んだことがうまくいかない、選ばなかったことの中に正解があるから今こうしているんではないかなと思うんですよ。そうだから、今まで最善を尽くして選んだものじゃないところに、捨て去った選択肢の中に正解が山ほどある人生を繰り返してきて、この後に及んでね、また何かを選んでる、信じているっていう思考回路が働いちゃうのが、いわゆるノウハウコレクターとかカモへの道なわけなんですよ。例えばですね、国を信頼したからといって、国の制度っていうのは日々変わってるわけですよ。国と国民との約束っていうのは日々変わります。一企業との約束、契約も契約後に変わるんですよ。これは当たり前なんですよ。だから契約の時に聞いてないとかね、契約の時に言われてませんっていうのは、これは泣き言なんですよ。つまり何かに依存していたりとか、結局何かと契約するとか、何かのね、塾に入るでもいいんですけども、全て自分で選んだ関係性なわけなんですよ。でそこにはもう人のせいにできない、結果責任を自分が取らないといけないっていう選択の連続なわけなんですよね。今回もね、世界でいろんな感染症が流行ってますけども、今でも収束してるのかしてないのか分かんない状態ですよね。だからそれに対しても、本当に国の発表を信じるのか、国が怪しいと思うのか、世間の風潮を信じるのか、世間の風潮を疑うのか、全て、一人一人が選んでいかないといけないんですよね。でちなみに私は取るに足りない症状だと思うんですよ。感染症だと思います。取るに足りないと、で取るに足りないって言ったら、そんな安全なものではないっていうね、そういうふうな見識もあります。私は安全と言ってるわけではないんですよ。経済を止めるほどとかね、それによって人が自殺しなければならないほど恐れるものではないってことなんですよ。こんなね、なんか感染症ごときは、あえて言いますけどもね、パチンコを閉めるレベルのものでもないと思いますし、劇場やナイトバーを閉めるレベルのものではありません。はっきり言ってですね、今回感染症の話題にちょっと移っちゃいましたけども、東京のピンク産業ってあるでしょ。要するに性風俗、性風俗元気ですからね。あれほど濃厚接触してるところが、もうむちゃくちゃ新人が入ってきて、むちゃくちゃ流行ってるわけですよ、ね。で接触頻度のすっごくね、緩いなんかライブハウスとか麻雀屋とか、ああいうところを閉店にしたり、ファミレスまで閉めちゃったりしてるわけでしょ。だからそれはもう多くの人が信じるものが間違っている、いい例だと思うんですよね。私は思うだけなんですよ、それを。で私がこう思ってるから皆さんもそう思ってくださいってことではないです。私がそう思ってきて、その他にもいろんなことを選んできてね、選択肢の中で選んできて、たくさんの人が言うからそれに迎合してるわけでもなくって、自分の内側から出る選択肢によって選んできて、今日この現実を手にしてるんですよ。ただそれだけが正解だと思います。もちろん、もっとねベストな選択があったのかもしれませんけども、私の力量では今こうしているのがベストです。どんなことかというと、奥さんとね、子供が一人いて47歳になってしまって、家は借金がなくって、持ち家で車も何台か、今回ね、車のね税金払ってきたんです。5台分ありました。なんとこの2年で5台も買ってました。バカですね。この上でね、吉谷さん、私ね、南の帝王のベンツ、力モデルね、竹内力モデルも買おうと思って予約してたんですよ。アホですね。もう駐車場がもうないんで、どんどん契約駐車場しないといけないんですよね。私の住んでるとこ田舎なんで、駐車場空きまくってるんですよ。1台4500円で。広島市にいた時、1台あたりが3万5000円から4万5000円で月契約してたんで、私はね、だからこの田舎の10台分を毎月毎月払ってたような感じですよね。でもその時はその広島市内にチャンスがあるって私はね信じていたんですよ。
でチャンスはなかったんですよ。もしくはチャンスはあったのかもしれませんけど、私の力量ではつかめないチャンスだったんでしょうね、きっと。ということでね、いろいろとぐだぐだ申し上げましたけども、信じるっていうのははっきり言ってビジネスをしている上でね、本当に最悪の選択です、信じるっていうのは。でも私が唯一信じるとしたら、自分の店のね、お客さんとか従業員、これは信じましたね。ビジネスでつながった人に過度に信頼をするんではなくて、それはパートナーとして、ビジネスパートナーとして選んだというね、そういう結果責任を持ってましたけども、お客さんの言うことは 100% 信じましたし、従業員の言うことは 100% 信じました。その結果店は潰れましたということなんですよね。信じると、じゃあ信じたお客さんのせいか、信じた従業員のせいかってなるでしょ。だから私は信じたという言葉を使いますけども、あくまでね。でもそれは、やっぱり言葉を選んで言えば選択したってことなんですよね。重大な岐路に立った時にお客さんのためになるかなっていうので決断した。また別の選択の時には従業員のためになるかなっていう形で選択した。その結果店は潰れたと。じゃあ店がなくなったことによってお客さんが良かったのか、従業員が良かったのか、きっと良かったんでしょうというねオチになりました。やっぱ私利私欲でやってたら、多分安い給料で、従業員を働かしてね、でお客さんからはどん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 料金を巻き上げて、私はまだ麻雀屋のオーナーだったでしょう。お客さんとか従業員に一番いい選択肢は何かなと思って自分で決めた結果、店がなくなるのが一番いいということでね、で今お客さんもよそで麻雀できるし、従業員もよそに就職できるし、私自身も自由な人生を謳歌できるし、三方よしでございますよ。ということで誰も信じない、そういうふうなね、寂しいですけども、信頼して信用して信じない、こんな感じですかね。ちょっと難しいですね、表現がね。選択以上です。